こんにちは。お疲れ様でございます。なこさん。わざとらしいわ。わざとらしいとか言うね。仕事しようと思ってた。サロボンのライダーになりましたね。なんでそんな静かなの。あ、朝だから。うん。割とちょっと血圧が低いんですね。そっか。まあここあれだしね、なんかちょっとひんやりしてるしね。今日外あったかいけど。あのね、眠いんです。あ、眠いの。ちょっと外歩く。仕事前に散歩して。ちょっと血圧上げてもいいですか。うん、全然いいです。まあそうね、ちょっとこうサロモンになりましたんで、じゃあその話しながら歩きますか、散歩ね。はい、散歩散歩。行きましょう。おーい。早速、はいはい、どう映したらいいのか分かんないけど。なんか黒くてよく分かんない。黒くて分かんない。黒くて分かんない。サロモンです。はい。送っていただきました。これは普段履きですね。もう一個、一応、ゴアテックスのトレッキング用のやつも送ってもらってるんですけど、はい、まあ散歩なんでこれで、これのしまい方が分かんない。ここでいいのかな。ここか。ここでも別にいい気はするけど、うん、ね、なんかここゴムあるよね、ここに。そうそうそう、ここにね、全部の靴にあるかどうか分かんないね、うん、まあ、数日履いてるけどフィット感はめちゃめちゃいいですね。足の形にぴったりだよね。うん、俺はすごい合いやすい、うん、久しぶりにさ、あの前の靴が、うん、フラットだったじゃん、つま先と、うんうん、かかとが、うん、これ普通のシューズみたいにつま先の方が、なんていうの、ちょっと、まあ、傾斜がついてるみたいな、スキーブーツと同じような形だから、うん、足はこう重心移動はしやすいよね、多分ね、うん、そんな感じにはなってますけど、はい、ということでサロモンにねなりまして、そうなんですよ、サロモンになりました、はい、最近の傾向で言うと、うん、サロモンさんにならせていただきましたみたいな言い方をするのが若者だよね。あ、なんかサロモンになりましたってこうドーンっていうことあんまりないよね、うん、ならせていただきました、まあまあまあそう、そうなのかもしれないけど、まあね、お互い様いやいや、もちろんなんですけど僕もできることを頑張るし、うん、はい、サロモンさんにはサポートしていただくしっていう形で、お互いウィンウィンになるような形だから、うん、二重敬語は使いません。そうそう、ああ、そう、そういう言葉はね、気持ちの問題じゃなくてね、うん、そうそう、気持ちの問題じゃなくてああそういうことか、はい、なるほど。今のミレニアルズだとこすごい気を使って、うん、ああ、ならせていただきました。しかも企業名に必ず3をつけるサロモンさん、うん、ああ。そう言いながら、言いながら別に僕もそんなに対してその国語力ないけどよく噛むし、そこ国語力なの。いや、国語力ではないけどさ、そこ、うん、実は今回は僕だけじゃなくて奈々子さんもねサポートしていただきますよ、サルモン。ありがとうございます、ね、まあ、僕の、ね、チャンネルもありますけど、奈々子さんの奈々子好き始めましたチャンネルもあるから、そこも合わせてねということで、奈々子さんのチャンネルも結構見てくださってる方たくさんいるし、ありがたいです。なんかこうスキー場で声をかけてもらうと、あれじゃん、その武尊さんのは見てないんですけど奈々子さんのを見てますみたいな人結構いるから、特に女性は、うんうんうん、まあそういう意味では、うん、なんかまあそれはそれですごく、なんだろうな、意味があることかなみたいな、うん、ね、思いますよね、うん。旦那さんとか彼氏さんと喧嘩しなくなりましたって聞くとすごい良かったって思う。ああ、その動画を見て。そうそう、ありがとうございます。お互いやっぱりきついこと言っちゃうけど、うんうん、ああそういえばきついこと言ってたなってお互いまあ言ってるよね言っちゃうよね。まあ動画撮るとね、うんうん、そこがちょっと反省お互いできる、うんうん、確かに、なんかそういう話とか、うん、よく、うん、最近なんでサロモンに決めたんですかっていう声をいただくんですが、うん、そうね、そうなんですよ。なんか結構、これをもうなんて言うんだろう、各 SNS とかいろんなところとか、もちろんこう知り合いの方とか話すと、
意外っていうね、うん、まさかみたいなことをこう言われたので、まあ、自分でもそう思ってるんですけど、まさか何年数年前に僕がサロモン履くとは思ってませんでしたからね。まあ、なぜかっていうと、一番は去年スタートした武宏先生チャンネルですね。あそこが、まあ、要は初心者初中級者の方向けの動画を配信していく中で、まあ、使ってる道具が僕って結構コアなブランド多いじゃないですか。そうです ね、まあ、去年で言ってもビーストのあとスキーで、足元アビリーバでしょ、はい、うん、まあ、ウェアもスイートプロテクションはまあまあ結構大きいとはいえ、知らない人も全然まだまだいるみたいな、うん、海外ブランドですし、知ってるのコンパーデルぐらいかな、ストック、うん、松岡手袋もまあ結構伸びてきてるから知ってる人も多いかもしれないですけど、まあそんなこんなで結構なんか初中級者向けっていう、こうなんだろうな、スキーを始めたばっかりの人とかそういう人が見てるチャンネルなのに、すごいアイテムコアなものばっかり使ってるっていうのもなんかこう馴染みやすくないなと思ってそうっていうのが一番大きいですね。あとはこれから僕たち斉藤家が家族でスキーをしようと思うと、これまで使ってたビストアビーバっていうのは子供向けがないですから、キッズが ね、だから、まあ、サロモンであればそういう、まあ、もちろんね、直子さんが履けるようなレディースとかもあるし、あとはうちのベビコが、もうベビコじゃないんだな、ベビコじゃなくなったよ、うん、幼児になった、幼児になったね、が履くキッズ用のスキーとかもあるので、そういう意味で全部揃えられるっていうのがいいなと思ってサロモンにしましたね、うん、あ、まあ、でも本当の本当の根本を言うと、まずはあれか、ビストとアビリーバがなくなっちゃったっていうブランドが、ね、そこが一番大きいよね。そこがなくなってなければ考えることもなかったかもしれないんで、うん、うん、そうそうっていうのが大きいですね。どうですか、直子さん、このシューズの履き心地は。あのね、これがペロペロ出てきて、こうしとくかな。いや、今ここにしてたんだけどさ、角度的にペロンってなっちゃうみたい、私の足だとね。これ皆さんコツを教えてください、サロモンどうやったらね、おしゃんにまとめ、なんかぐしゃーってなってるぐしゃー、履きやすい。てか南子さんは今日初めて履いてるからね、まだ分かんないか、うん、あのあれだね、うん、先っちょ指先っちょ、あれ指先、指先だね、先っちょ、ちょはいらなかったかこうちょっと上に上がってるから、うん、足が勝手に蹴ってくれるって感じ。あー、なるほどね。これはやっぱさすがランニングシューズ的な、これはランニングじゃないか、まあランニングもいいんじゃない、うん、ちゃんと調べてないんだけど、あのね、うん、スルンってこう足が、はいはい、私結構歩くのほら癖あるじゃん、うんうん、それでは奈々子さん、あのかかとを引きずって歩かないようにしないとずるずるずる、あのおばあちゃん歩きするからさそうだね、そう、うん、なんかね、いろいろこう理由はあるんだよね、一番はとか言いながらいっぱい実はあって、うん、まあ、サロモンを履こうと思った時というか、こうイメージした時に、まあ、普段こうお世話になってる方とか関わってる方がすごく多くて、関係がみんなすごくいい方が多いなと思って、他のメーカーだとあんまりそういう知り合いがいなかったりとかしたんだけど、まあ、一番最初に声かけさせてもらったのが吉岡さん、吉岡大輔さんですね。で相談させてもらって、で相談させてもらってはおかしい、うんうん大丈夫、うん、そこはなんか二重じゃない相談させていただきまして、あれ違う、ご相談させていただきましたがおかしい、はいはいはい、まあそうそう、で話して、であとはもう一番僕がその子供の頃からマッピのジュニアチームにね所属してましたんで、そこのコーチの、今も現役でコーチやってる松浦俊二さんがずっとサロモンですから、あのちょっと話をしてみて、で普段からこう関わりのある一緒に仕事をしてるというか、払川さん、コブマスターですね、いますし、まあ、相談っていうあれじゃなかったですけど、後から報告みたいな感じだったけど、キラリちゃん、小寺キラリちゃん、うん、うまく喋れない、なんか全然違う名前に聞こえない小寺キラリちゃん
もう高校生だね。そうだね。昔ちびたきひろで同じウェアで動画出てもらったけど、うん、そう、まあそのキラリちゃんもサロモン履いてるっていうのもあって、なんだかんだサロモン履いてる知り合いとかも他にも何人かいたりとかしたので、うん、これまではさっきそのすごいコアなブランドって言ってましたけど、まあ、そこで僕がいろいろこうねサポートしていただいて協力してもらったりしながら僕もできることを頑張ってやってきましたけど、またサロモンっていうブランドはスキー業界ど真ん中ですからすごい大きいブランドですね、うん、なので、まあ、今までやってきたことを生かしながらサロモンというブランドを履いてどういうことができるかなという新しい挑戦だと思っております。はい、あ、今回サポートしていただくのは、スキーとブーツ、足元のアイテムです。なんで他にサロモンいろいろアイテム出してますけど、スネより上は別のこれまでのアイテムスネより上はこれまでのアイテムを使う予定ですので、今ちょっとつけ身につけてますけど、このクレッタルムーセンとかね、はい、このパンツもそうです。クレッタルムーセンウェアがそうクレッタルムーセンになります。スイートプロテクションこれまで着てましたけど、ヘルメットとゴーグルはこれまで通りスイートプロテクションですけどね、まあそのクレッタルムーセンの話もまた別でできればと思いますが、そんな感じでサロモンなかなかどうなるのか僕も履いてみないと分かんないですけど、なこさん楽しみですか？サロモン楽しみです。ブーツどんな感じなのか、こう、うん、今まで手作りの板的なものが、うん、そうだね、ハンドメイド系ね、ハンドメイド系手仕上げだったりとか、うん、スキーの反応がね全然違うよ。うん、なこさんまだ履いてないもんね。履いてない。今思ったらそうだそうだ。あ、だからアルマダは履いてたから。あ、まあグループで言ったら一緒だね、うんうん、でも会社は会社っていうか工場は違うだろうから、うんうん、全然こう作り方とか乗り味は違うので、私のような人でも違いが分かるのかと。いや、もう全然分かると思うよ。そうか、全然っていうか全然違うもん、うん、本当に。そうか、うん、でスキー板はどれを履きますか？あ、そうだね、なんかそれちょっとじゃあカタログ見ながらちょっと話してみますか、うん、もう実は決まってるんで、うん、はい、はい、ということで、サロモンに移りましたということのご報告動画でした。アイテムに関してはまだまだ知らないことばっかりですので、これから勉強していきたいと思います。はい、ということで次の動画で僕と僕、ななこさんが来シーズンどのモデルを履くのかっていうのを紹介していきたいと思います。面白いなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。さようなら。Mm-hmm.